second eliminators.無事、予選は通ったみたいね。ああ、シノンは当然勝っているよな。もちろん、これで二人とも決勝に進出ね。決勝は大きな特設フィールドでの戦いになるわ。数十人のプレイヤーが一定以上の距離で配置され、最後まで生き残ったプレイヤーが優勝になるのよね。最初のポジションがデスガンの近くだったらいいんだけど、これは探すだけで苦労しそうだ。さっきのラブコフ、ボロマンドも決勝に出ているだろうし。どうしたのキリト？さっき会ったラブコフの男の声、どこかで聞いたような気がするんだ。 SAO で会ったことがあるんでしょ？いや、もっと最近なんだ。ボソボソ喋っていたから気づかなかったけど、あいつの声デスガンに似ている。ボロマントの風体も目撃者の話とそっくりだ。キリト、デスガンの声を知っているの？気候家が偶然録音されていた音声ファイルを入手していたんだ。話し方は少し違うけど、まず間違いないと思う。まさかラフコフのメンバーがデスガンだというの？おそらく。そしてあのボロマントは俺のことを覚えていた。 SAO のキリトだと知っている。ただの平メンバーではない。おそらく上級幹部か。ダメだ、ここまでわかるのに名前が出てこない。俺はあいつと戦ったはずなのに。キリト、シノ、俺はあいつともう一度戦うよ。戦って確認したいんだ、あいつが誰であったかを。私には戦うなって言うくせに、自分だけ決着をつけるつもり？いや、それは私もやつというか、デスガンの方に用がある。11歳の時、私が強盗から奪い撃ち殺した銃がそれなの。そうだったのか。あの銃で人が殺されるかもしれないなんて、とてもじゃないけど見過ごせないの。キリト、一緒に戦って、お互いの過去に決着をつけましょう。分かった、よろしく頼むよ、シノン。Okay, let's go. So let's go with this gun, and we can get back to our, I mean, my own avatar to fight this gun.
BOB 本戦のフィールド、砂に覆われた孤島か。開始直後に狙撃されることはないだろうけど、物陰に隠れながら移動するとするか、まずはシノンを探して合流しないと。運よく近くにいればいいんだけど、見渡す限り誰もいなさそうだ。本戦中は通信ツールが一切使えないから不便だな。まずはフィールドの中央へ移動しよう。キュリト、遅いわね。どこかで戦闘に巻き込まれているのか。まさかデスガンに遭遇したのか。もうしばらく待っても来ないようなら、少し周りを見てこようかしら。戦闘が始まった。スナイパーライフルのスコープを使って1対1、いえ、一方的に追い詰められているみたい。でもすごい動き、あれはかなり強いわね。調子ならすぐに勝負はついちゃうかな。ボロボロのマントに、武器はスナイパーライフルかしら。ボロボロのマントって、まさかこの距離じゃアバター名は表示されないわね。せっかくのチャンスだし、近づいてみるか。だけどその間にあのプレイヤーが倒されてしまったら、リアルの方も迷っている暇はないわ。獲物を横取りしてごめんなさい。アバター名を確認するまではデスガンを倒すことができないわ。だから狙われている方は倒してみたのだけど、おそらくデスガンの標的からは外せたはず。いけない、考えている時間がないわ。場所を移動しないと。さっきの狙撃でデスガンに居場所がバレてしまっただろうし。キリト、早く来なさいよ。ウェスキリト、ウェス君。まさか、そんな、信じられない。変装のために別アカウントを使うって言ってたけど、ほら、あの剣さばきはキリトだよ。間違いないって。名前もキリコだしな。でもよ、なんで女の子になっちまったんだよ。いや、もともと可愛い顔してたのはまさか。待て、落ち着け。おそらく男性のレアアバターだろう。知ってる人にはバレバレよね。さすがにちょっとびっくりしたけど。安心してください、ママ。パパの戦闘力は外見が変わっても同じです。驚き、違和感、笑い、いろんな感情があって、何と言っていいかわからない。笑っていいと思うよ。ねえ、あのキリコ、スクリーンショット撮れないの？オッケー、記念にいっぱい撮っておこう。あ、とか言ってるうちにもうキリトさん勝っちゃいましたよ。あれ、画面が切り替わっちゃった。おそらくフィールドのあちこちに中継カメラがあって、戦闘しているところだけを流しているんだと思います。なるほど。次の戦闘は誰だろう。知らないな。見て、誰かが遠くから漁夫の竜を狙ってるわ。へえ、女の子プレイヤーも参加してるんだ。リズさん、あの子どこかで見たような。おいおい、あの銃は。シノン！待って待って、聞いてないわよ。シノンが参戦しているなんて。なんでだろう。僕も BOB 参加したかったのに。それは危ないからって絶対禁止って言われてたのに。シノンさん、この前デスガンの話をしていた時に具合が悪くなってましたよね。でもシノンさんとデスガンってなんか関係あるの？私はてっきり銃の事件の話だったからと思っていたんだけど。もうシノンったら、キリト君より無茶してどうするのよ。私総督府に行ってくる。待てなあ、今の映像を巻き戻しできないか。録画してあるから、そっちのデータなら。ちょっと見せてくれ。これはラフィンコフィンのエンブレム。おい、なんで GGO にラフコフがいるんだよ。わからない、わからないけど、私、気候家さんにこのことを知らせてくる。みんなはここで待ってて。Can I kill you?
フィールドの中央というとこの辺りのはずだな。シノンなら狙撃ポジションを確保しているだろうから、多分あの辺かな。試しに上がってみるか。シノン、シノン、しっかりしろ。キリトだな。ああ、そうだ。お前の名はスティーブ。我が名はデスガンだ。真の力で裁きを下す者。あの頃の名前ではないな。ほう、そこまでは思い出したのか。だが、お前は決して俺の名前を思い出すことはできない。どういう意味だ。そこの女、お前の仲間だったな。仲間が死ぬ姿を見るがいい。己の無力さと愚かさをかみしめながらな。さあ、剣を抜け。襲成功。スモークで何も見えないだろう。おとなしく俺のマシンガンの餌食になりな。下でも戦闘が始まったようだな。このような場は裁きを下すにふさわしくない。せいぜい怯え逃げ惑うがいい。その女の命は今日までだ。待て、どういう意味だ。シノンがお前の標的だというのか。デスガン、どこに行った。おっと、生き残り発見。悪いけど、あんたの相手をしている暇はない。デスガン、煙に紛れて下へ飛び降りたのか。下の方でも戦闘が起きているし、レアなハイドスキルでも持っているのか。シノン、大丈夫か。ひどくは収めている。とにかく離脱するか。ごめん、キリト。シノン、俺に捕まれ。とりあえずこの場から離れよう。これだけ銃撃の音がしたんだ。すぐにあちこちからプレイヤーがやってくるに違いない。デスガンもそれを気にしたんだろう。どこか隠れられる場所を探さないと。ひとまずこの中で隠れていよう。デスガンは大丈夫だ。ここにはいない。さっきも突然現れたの。デスガンがプレイヤーを殺そうとしていたから、それを防ごうと狙撃して、場所がバレたからすぐに移動したわ。でも突然あの場所に現れたの。さっきも突然消えたようにいなくなったの。もしかすると自分を透明化するようなガジェットやスキルを持っているのかもしれない。ガジェットの力。そうね、それなら納得できるわ。この辺りなら足音はよく聞こえるだろうし、少しは安心ね。情けないところを見せちゃったわね。デスガンにあの銃口を向けられた途端、身がすくんだわ。反撃なんて考えることすらできなかった。私の命がまだあるのはキリトのおかげよ。だけど私はやっぱり弱いのね。あの銃をまた見たら。シノンは弱くないよ。さっきだって見ず知らずのプレイヤーを助けたじゃないか。今度は俺の番だ。シノンは俺が守る。だからここで休んでいてほしい。キリト、一人で行くつもりなの。あなたは本当に強いのね。そんなことはない。俺だって怖いさ。それでももう二度と仲間を失うのは嫌なんだ。少しだけ寄りかからせて。あなたの強さを私にちょうだい。シノン。11歳の時、私は人を殺した。それからずっとあの銃に怯えていた。 CGO に来て銃が全く平気だと分かった時、嬉しかったわ。
現実世界の私もいつかトラウマを克服できるようになると思った。キリトやアスナ、みんなが私を支えてくれていたから。でも全くダメね。ここでも銃に怯え、何もできないと思う。だけどこのまま怯えているのは死ぬより嫌。キリト、私も戦うわ。危険だ。デスガンは君も標的にしている。俺は現実の体を病院でモニターしてもらっているけれど、君は一人暮らしのアパートだろ。お互い危険なことに変わりはないわ。デスガンが現実の私を襲うわけでもないんだし。あ、現実のシノンを襲う？不可能よ。デスガンは GGO にログインしているんだもの。それに私のいる場所なんてデスガンが知るはずもないわ。いや、そもそもデスガンは一人なのか。ん？デスガンに協力者がいるのかもしれない。いや、いるんだ。二人目のデスガンが。どういうこと？一人目、つまりあのボロマントのアバターが GGO 内で標的を撃つ。同時に現実世界で二人目が無抵抗のプレイヤーを殺すんだ。無理よ。プレイヤーのリアルの居場所なんて誰も知らないわ。そこなんだよな。プレイヤーの住所なんてザスカーですら知らないだろう。だから気候課もデスガンのアバター名を確認した後、ログを追跡して現実世界のやつを探さなければいけないらしいし。だけどデスガンが SAO サバイバーだと分かったんだ。その頃の名前が分かればリアルの情報もすぐに分かる。 SAO サバイバーは住所や本名を全て政府が確認しているから、あいつの名前さえ思い出せればいいんだけど。ねえキリト、ちょっと思いついたのだけど、ザスカーならプレイヤーの住所を知っているかもしれない。どういうことだ？景品の送り先よ。 BOB もそうだけど、景品はレアアイテムだけじゃないわ。 GGO に出てくる銃のモデルガンもあるの。それを受け取るには住所を登録しなきゃいけないから。そういえば BOB 参加登録に住所の入力スペースがあったの。シノンはまさか登録しているのか？ザスカーのデータをどうやって盗んだのかわからないけど、スガンは私の家の場所を知っているということ。私のリアルの体に。シノン！大丈夫よ。怖いけど私は戦う。分かった。それなら作戦を立てよう。今までを振り返ると、デスガンはゲーム内でまず標的を殺している。いや、正確にはあの拳銃で撃っている。攻撃力の低い拳銃でだ。メインレボンは別にあるのにおかしいと思わないか？何か意味があるのだと思う。だからその制限を利用しよう。おそらくデスガンは俺たちの後を追跡しているはずだ。だからまず俺がここを出て奴を引きつける。シノンを俺の後を追い、デスガンとの戦いが始まったら狙撃で援護してくれ。あなただけ危険にさらすことはしたくない。でも互いの能力を考えればその作戦がベストなのは理解できる。行きましょう、キリト。 Oh, let's go. Let's get this discount.死ぬ覚悟はできたか？いいや、お前は俺を殺せない。俺の住所は登録していないからだ。いくらなんでも未登録の情報は手に入れられないだろう。ほう。お前の、いや、お前たちの手口は分かっているぞ。ですが俺の名は思い出せなかったようだな。お前は己のしたことを、罪を、全てを忘れようとした卑怯者だ。俺はずっと覚えている。お前の名も、お前がしたことも。俺の標的はお前だ、黒の剣士キリト。 It's show time。 珍しい武器だな。 GGO にそんな金属剣があるなんて聞いてないぞ。作ったのさ、スキルでな。
重さも大きさもこれが限界のようだが、そんなおもちゃのように軽い剣はさぞかし不本意だろう。これもこれでいいものさ。剣は剣だ。お前を倒すには十分だ。針のように細長い剣、エストック。確かラッコの上級幹部がその使い手だった。やつの鋭い太刀筋、あの時より格段に腕が上がっている。だがやつの剣だ。あいつ名前は、投げるぞ。使うぞ。おとなしく自首しろ。ですが警察だってバカじゃない。お前のアバター名からログを解析できる。お前は知らないかもしれないが、 SAO サバイバーの情報は全て総務省が把握している。もう終わりにしろ。ですが惜しいな、黒の剣士。お前は俺の名を絶対に思い出せない。だから絶対に俺を止められない。なぜそんなことを俺はあの戦いの時名乗ろうとした。だがお前は拒否した。お前は俺の名前を知らない。だから思い出せない。ここで俺に倒され、あの女が殺される様をただ見ているがいい。I mean, that was fast fight, and then bam, touch game. Oh, yeah. What?約束の時が来たようだ。お前との決着。そうか、お前とは SAO の後も会っていたんだな。うん、オリジン。そうだ。ほう、それは覚えていたのか。なぜ俺を狙う。討伐隊として、俺はあの時お前と戦った。そしてお前は捕らえられ、デスゲームをクリアするまで牢に閉じ込められた。その恨みか。俺は本物の殺人者だ。生き残るためだけに殺したお前とは違う。偽りの力を振るうお前に裁きを与える。このエストック使う。確か昔アスナから話を聞いたことがある。ラフコロの幹部である黒の装束の毒ナイフ使い、そしてもう一人の幹部、赤の逆十字を染めたマントを羽織り、赤い髪と瞳を持ったエストック使い。どうした、もう終わりか。このままではどうにかして奴に隙を作らないと。赤目のザザ、それがお前の名前だ。
これで終わりだ、ザザ。名前が分かった以上、すぐにお前の身元は割れる。共犯者もすぐ捕まるだろう。ラビン・コフィンの殺人はこれで完全に終わったんだ。まだ終わらない、終わらせない。あの人がお前を。終わったのね。ああ、奴の名前は分かったんだ。犯人たちはすぐに捕まえられるよ。だけど共犯者はもしかしたら私のそばに。デスガンはシノンを殺せなかった。あいつはおそらく自分のルールを持っている。共犯者がシノンを狙うことはないだろうけど、念のため気をつけてくれ。ログアウトしたらすぐに様子を見に行くよ。病院の場所からシノンの家まですぐだからな。ログアウト、この大会も決着をつけないといけないわ。そうだな。どうしよう。参ったな。モニターの前の観客はイライラして待ってるだろうし。二人で同時優勝はどうかしら。それができればいいけど、どうするの？お土産グレネード。負けそうな人が巻き添えで死に際にグレネードを転がすの。ほら、これあげる。誰もいない。部屋の鍵もかかっている。キリトの推理通りならさっきまでデスガンの共犯者がここにいたのね。ベッドの下とかに隠れてないよね。誰？浅田さん、 BOB 優勝おめでとう。お祝いに来たよ。新川くん、ごめんね突然。でもお祝いしたくってさ、コンビニのだけどケーキ買ってきたんだ。ちょっと待って、今開けるから。お邪魔します。その辺に座って。お茶くらいしかないけど。気にしないで、疲れているでしょ。あのね、浅田さん、大会前に話をしたよね。 BOB が終わったら話をしに行くって。はあ、そうだったわね。浅田さんはあいつのこと、キリトのこと。どうしたの急に。ねえ、僕じゃダメなのかな。僕ならずっと一緒にいてあげるし、ずっと君だけを見て君を守ってあげるのに。あの黒髪、決勝の時に一緒にいたアバター、あれキリトだよね。なんであいつと一緒なんだよ。新川くんね、ちょっと落ち着いて。浅田さんは僕を裏切っちゃダメなんだ。僕だけを見ていなければダメなんだよ。動いちゃダメだよ、浅田さん。この注射はね、全然痛くないから。痛みを感じずに心臓が止まるんだ。大丈夫、怖くない。僕と君はこれで一つになるんだから。浅田さん、浅田さん、浅田さん、好きだ。ずっと憧れていた。覚えているかい、図書館で銃のカタログを見ていた君に声をかけた時、僕はすでに知っていたんだ。君が悪人を殺したことのある女の子だってことを。そんな、街中の噂だったからね。すごいなって思った。本当の強さを持っている子なんだって憧れた。愛してるよ浅田さん、愛してる、愛してる浅田さん、浅田さん、浅田さん、浅田さん。やめて。シノン、キリト。シノンさん、シノンずるいよ。僕も BOB 出たかったな。勇気でもみんなそんなに怒っちゃダメだよ。
せっかく二人とも無事に戻ってきたんだから。みんなごめん、心配かけて。驚いたわ、 BOB にシノンが出ているのを見たとき。ごめん、でも言えばきっと止められると思ったから。だかね、そんなの止めるに決まってるでしょ。おかえり、シノノ。あなたが無事で本当によかった。あの、まあいいか。パパも無事でよかったです。おかえりなさい、キリト。 BOB 優勝おめでとう。ありがとな。アスナに構ってもらえないから寂しいんだ。それなら私がなでなでしてあげるよ。ストレア、キリトにあんまり抱きつかないの。もう見ているこっちが恥ずかしいよ。ねえキリトくん、あの女の子みたいなアバター見せてよ。可愛かったよね。やめてくれよ、あれは永久封印だ。というより気候家が用意したやつだからな。俺がアカウント代を払っているわけじゃないし、使い終わったから削除するんじゃないの。もったいないな。その気候家さんだけど、デスガンは捕まったのよね。あいつのラフコフ印のタトゥーを見たときは驚いたぜ。まさかあれを GGO で見るとは思わなかった。そうだな、俺も驚いたよ。これは気候家からの話と俺の推理も混じっているんだけど、デスガンは二人いたんだ。その一人は進化は教師、 GGO ではシュピーゲルの名で、ここに来る前にやっていたオリジンではリヒターという名前のプレイヤーだった。そしてもう一人が教師の兄、進化は小一だ。そいつがラフコフの赤目のザザだったんだ。赤目のザザ？あのエーストック使いか。確かラフコフを討伐した時に捕らえた上級幹部よね。まさかあの時のことを恨みに思っていたの。ことの発端は結構複雑なんだ。気候家から聞いた話なんだけどさ、進化兄弟は大きな病院の跡取り息子らしい。だけど兄の翔一は幼い頃から病弱だった。 SAO 事件のこともあり、後継ぎ候補は教師になり、厳しく教育されていたんだそうだ。でも教師の成績は伸びず、だいぶ追い詰められていたらしい。そんな中でも翔一と教師の仲は良かったそうだ。特に教師は SAO で殺戮者になった兄を尊敬していたらしい。教師にとってそれは現実の重圧から解放してくれる話に聞こえたのかもな。そうだったの。模試の結果に落ち込んでいる様子は見ていたけど。そして進化は兄弟は一緒に VR ゲームをやるようになった。 GGO で教授はシュピーゲル、みんなも何度か見かけたことがあると思う。翔一はステレベン、これはドイツ語だったらしいな。意味は死。なんでそんな名前をつけたのかしら。さあ予想はできても本当のところはわからない。それにいつ殺人に思い立ったのかもな。ただおおよそのきっかけはわかった。それがあのボロマントだ。あのマントは翔一がリアルマネートレードで手に入れたもので、メタマテリアル公愛局明細機能、つまり透明化できるマントなんだ。おいおい、そんなもん聞いたこともないぞ。私も初耳だわ。おそらくシノンのスナイパーライフル以上のレアアイテムだろうな。そいつを利用してステレベンは総督府のターミナル前に張り込んだ。そしてプレイヤーがターミナルに打ち込む個人情報を盗み見たらしい。最初はただのいたずら心だったようだけどな。その頃キャラクター育成につまずいた教師はトッププレイヤーへの恨み事を兄に打ち明けていたらしい。その話の中でデスガン計画が具体的に作られていった。ちょうどゼクシードたちの個人情報を得ていた兄弟はそれを実行したというわけさ。大きな病院には緊急時に患者の家の鍵を開けるための合法マスターキーがある。それと高圧注射器に劇薬を盗み出した兄弟はゼクシードと
薄塩たらこを手にかけた。しかしデスガンの存在はふざけた噂話にしかならず、誰も真剣に捉えなかった。ああ、僕も噂を聞いた時はただのデマだと思ったよ。新川兄弟は BOB でデスガンの存在を誇示するつもりだったらしい。俺とシノンが大会に参加すると分かるまではね。新川君は私が狙いだったのよね。そして翔一は俺を狙っていた。え？じゃあデスガンの仲間がうちにも来ていたの？いや、翔一、ザザの目的は俺の命ではなかったようだ。俺は住所も登録してなかったしな。何より死よりもっと深い傷を俺に与えたかったのだと思う。あいつは俺を卑怯者だと言っていた。偽りの力を持つ者だってさ。記憶を封じ、目を向けることすらなく、ただ彼らを忘れていた俺を奴は許せなかったんだと思う。キリト、自分を責めちゃダメ。あなたが動いたから BOB で殺される予定だった人は救われた。もちろん私もよ。シノン、ねえ、なんでデスガンは人を殺したんだろう。強いプレイヤーを殺しても何にも得られないのに。ラフコフたちがなぜ人を殺めたのか、 SAO の頃から私には理解できなかったわ。まだ事情聴取は始まったばかりだしな。他にも共犯者がいないかを含め調べているらしい。彼らの話を聞けば少しは事情がわかるかもしれないけど、難しいだろうな。お兄さんの方はよくわからないけど、進化…いいえ、教授君はきっとみんなと同じだと思う。トッププレイヤーになりたい、最強と呼ばれたかったのよ。それは強くなりたい。ただ強くなりたいの。現実世界で教授君はとても辛そうだった。オリジンでも GGO でも彼はいつも上を目指していた。たくさんの時間をつぎ込んで、それこそ現実と仮想が逆転するくらいに。それは単なる現実逃避かもしれない。だけど教授君は真剣だった。でもうまくいかなくて、彼は次第に私に理想を重ねてしまったのだと思う。だけどその根源にある気持ち、それは私だって誰だって持っているものではないかしら。そうだな。もちろんそれが人を殺めていい理由にはならない。リアルでは相変わらず銃は苦手だけど、そんな浅田志乃が、志乃が今まで何を考えてきたのか、ちゃんと彼に話したいの。そうだな、気候課に伝えておくよ。うん、お願い。最後にもう一つ重要な話がある。新川兄弟はナーブギアを盗んでいないと言っている。嘘の可能性もあるけれど、俺は違うと思う。この件は引き続き気候課持っている。みんなも念のため気をつけてほしい。君も仲間たちに。待て、あ、そうか、今日は来てなかったんだな。クレハもゼリスカもイツキもいないのか。じゃあアバシスさんにメールを送っておきますね、パパ。あ、内容は極秘だから、時間があるときに俺のところまで来てほしいと伝えておいてくれ。わかりました。お、エラーが帰ってきました。おかしいです、このエラーは。アバシスさんが GGO に存在しないことになっています。なんだって？他のみんなはどうなんだ？無理よ、キリト君。 GGO のシステムでは相手がログインしているかどうかもわからないわ。あの、じゃあリアルの方に連絡は取れませんか？聞いてないよ。多分みんなもそうだろ。俺なんかリアルの名前すら聞いてないよ。そうね、私も GGO のメールでやり取りしているだけだったから。リアルの情報なんか聞かなくても問題なかったからな。ユイ、アバシスがどうなっているか調べることは可能か？やってみます。ストレア、プレミアさんも力を貸してください。はい、
セブンにも協力を仰ぎましょう。オッケー、頑張るよ。私にできることはある？私も手伝う。あ、町に出てクレハさんたちを探そうか。いや、みんな念のため戦いの準備をしておいてくれ。嫌な予感がするんだ。